ここはどこだ？俺は誰だ？記憶が飛んでるのか？部屋の温度が低すぎる。どっかで電源ないのかな？パワーダウン、機能停止。パワーダウンだと？どっかで主電源があるはずだ。探してみよう。これは？警告。装置から補助電源は非常時以外は使用しないでください。非常時以外に使用した場合、熱を持ちすぎて機械が正常に作動しなくなります。下に何かある。お、あったかくなったんじゃないか。これで着るものか。探してみよう。ここは？お、開きそうだ。隠し扉みたいのがあるな。お、やった、ジャケットだ。これを装備だね。お、来たようだ。メモリーチップ、何のために使うんだ。小さいロボット入れてみよう。人の言葉がわかるのか？ほう、反応してる。何か言いたいのか？ピーじゃわからん。ちゃんとした言葉を話してくれよ。ダメだ、さっぱり理解できん。まあ、それでもいいか。別に危害を加えそうでもないし、ついてくるか？お前、名前かコードネームはないのか？ピッポ。やっぱりわからんな。ピッポ、ピッポね。うん、そうだ。ピッポっていうのはどうだ？よし、じゃあピッポ、よろしくな。頼もしい仲間ができたな。では行ってみるか。お、解析してくれるんだ。アンロック。ドアロック解除します。前回の生体情報を表示します。生体氏名、ラズ・カーシ。ラズ・カーシ。性別、これが俺の名前なのか。非常事態により蘇生プログラムを変更しています。プログラム変更前の日時、永久。永久？永久だと？何も起こらなかったらずっと凍りつけだったってことだぞ。上決、宇宙ゲーマー、ヤリバン。カード見つけた。何なんだここの施設はね。なんだここ、なんかの研究所か。何が行われてたんだろうね、ここは。
レベーターか。そうか、ここは地下室なんだな。あピポ、どうして俺はこんなところにいるんだ。ここが一番下の階ってわけか。なんだ？誰がこんなこと。病気か？メモを持ってるな。こいつはなんだ？なんかの数字だね。パスワード式。これさっきの入るんじゃないか？よし。ドアロック解除します。何があるんだろう。大きな部屋に出たな。うん、なんだこのカプセル。ん、おお、何の実験をしてるんだろうかね。ホルマリン漬けみたいな。ここ押せそうだな。これなんだ。なんだこれは。何かのスイッチのようだが。なんかあるね、ここも。ん？うわっ！なんだ？電気が流れたか。あ、ピポがオフにしてくれたぞ。開くか、これで。何が入ってる？なんかすげえちっちゃいもんがあるけど。レーザーナイフ。どうするピポ、このままじゃ渡れんぞ。お前飛び越せるか。そうだろうな、無理して落ちたら元も子もない。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画で一緒に楽しみましょう。みんなを笑顔にするため、上決せよ宇宙ゲーマー、ギャリバン。